お世話になります。西君のユダイと。ジュンジです。お願いします。架空請求業者にブラジル人がマジ切れしてみた。僕たち大学で出会った出身地も国籍もバラバラな6人組 YouTuber として活動してるんですけれども、皆さん架空請求業者って知っていますよね。身に覚えのないのに一緒に業者からメールが届いて、まあ、架空の請求をされてしまうっていうことなんですけど、まだねこの令和の時代になっても世の中にはびこってるわけですよ。あ、そうね。そんな中、今回はねそれを撲滅すべく海外の方から、今回ゲストで、ブラジル人の方に来てもらいました。日本で詐欺がまあなんか最近やっぱり話題になってるじゃないですか。そうですね、まあ、地球の裏側から晴れ晴れ来てくれたということで外国人を代表して日本の詐欺グループ架空請求業者の方を撲滅してもらおうかなと思います。別にそのために来たんだけどちょっとね意気込みというかあの戦略なんですけど、はい、まあ向こうの承認欲求をちょっと満たしたいなって思って、うんうん、最初は結構受け身で受け身でなんか、はい、もうなんか僕なんかやっちゃったんですかみたいなこの、まあ、スタンスで最初は話していって、まあ、最終的にはちょっと全日本国民の怒りを代表してこの俺様がポルトガル語でブチ切れようかなと思って。ですよね。楽しみです僕はやりたくてしょうがない。それでは早速いきましょう。お世話お世話。今回はね、この撮影の前に僕が、まあ、AV を見ていたところちゃんと架空請求に引っかかったので今回はそれを使っていこうかなと思います。えぐいのあるもん。なんか写真えぐいのあるもんね。じゃあもう普通にサイトでこういうサイトを見せなしでやっていこうと思います。はい、その実際に引っかかった、サイトがこちらです。こちらにちょっとありますね、今回の請求価格が45万円。高すぎないか。たった一度高すぎないか。で、まあ、お支払い期日が3月16日、今日の今日じゃん。今日の24時までなの。いつ引っかかったの。あ、これさっき。さっき、あ、さっきなんだ。そう、さっき引っかかった。ということでやっていきましょう。お昼休憩かな。もしもし。もしもし。はい。あの今お電話いただいたんですけど、ご意見どうしてますでしょうか。あ、ごめんなさい。私あのサイト見てたんですけど、お金払ってくださいって書いてあって、それで、はい、あの電話しました。はい。あのではこちら有料サイトになりますので、お買いするにあたってですね、ご利用料金が発生してしまいますので。お金ですか。こちら有料サイトになりますので、はい、一応ご清算していただきたいんですけども、はい、 いくらですか。よろしいですか。はい、こちら45万円です、通常料金が。あ、わかりました。メールから。お客様にはですね、キャンペーン受給者のお客様になりますので、キャンペーン料金が適用しまして35万円のご案内となります。わかりました。ボーハ、はい、IDマットのあのナンバーですか。 ID、はい、ID ナンバーですか。はい、あ、はい、私16歳です。はい、あのご体験するために必要ですので嘘つかないでください。はい、一応分かるんですよね。あの私たちの何千人とお客さんを対応してきてるままで、お客さんと同じ嘘つそうなんですね。22です。ごめんなさい。嘘つかないでください。キフォイ？嘘つかないでください。嘘ですか？私嘘つってないですよ。スキンメアダポーハ。コマコマシンコマシンケトミチノコマシンサファラケトミチノカラル。Oh, vai tomar no cu, seu desgraçado! Você tá achando que eu tô fazendo esse tipo de coisa? Você tá tentando me envolver em tipo de fraude, caralho? Como assim você me manda pra ligar e depois você manda pra te mandar dinheiro, ô? Seu ninho de saco de bosta, filho da puta, vagabundo! Seu desgraçado, corno lombriga! Oi, cotorel, mas não entende, né? Buceta, bosta, cagão, cara de cu, foda-se seu viado puto, merda! Não entende, né? Babaca, broxa, boiola, cracudo, galinha! Seu cachorro, seu canalha, escroto, vaca! Para no seu
メルダ。出ちゃった。わかおい、わかおい。なんでさ、嘘でわかったの、ね、嘘つかないでくださいって言って、じゃあ22っつってさ、嘘つかないでくださいって言われてさ、じゃあどういうことって思って。皆さん、架空請求には気をつけてください。エロサイトポチポチすると簡単に誰でも架空請求に引っかかってしまうので、あった場合は皆さん地球の裏側からブラジル人を登場させて撃退してもらいましょう。撃退してほしかったら DM いただければ全然やりますんで、喜んで。嘘のくだり入った時ちょっとビクッとしたもん、ね、ビクッとしたけど、もうここで切れるしかないってなったよな。これがリアルだと思ってということで、架空請求業者が怖いなと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、コメント、拡散、家をフコースラインなどよろしくお願いいたします。おさおさあ、危ねー、それ怖いね、架空業者って、うん、怖い、怖い、マジで怖い、ビクッてし